はい、授業終わります。あ、おい遠藤、お前に見せたいものがあるんだ。驚くぞ。じゃーん、起きたソースのカタラ。お前すごい宣告オタクだもん。先生、ズボンのチャック開いてます。え、あ、あぶねえ。みんなの前で戦国オタクばらすようなこと言わんで。危うくクラスカースト下落するとこやった。方言直して髪染めてパーマかけて化粧して可愛いって言って、スケアじゃなくてスタバとサーティワン行く。私の血の滲むような努力をどうしてくれるつもりや先生。ねえねえ、トイレ行こう。来た。女子としてのお勤め、トイレ決起集会。今日5回目やけど、暗黙の了解。否定したらあかん。合言葉。それな。わかる。マジで許せない。可愛い可愛い可愛い。はあ、まさかこんなに長引くなんて。どうしたの？手切っちゃった？そうみたい。でも大丈夫。ダメだよ、絆創膏貼ってあげるね。あれ？何？すんげえポーチの量。あんなにバッグに入れて肩外れへんのかな。あ、もう血止まったみたいだから本当に大丈夫だよ。本当？それよりこの後買い物行こうよ。いいよ。やった。あ、ちょっと待ってね。よし、じゃあ行こう。急に何やったんやろ。見て見て、サンタの椅子だって、かわいい。ほんとだ、かわいい。こっちもかわいい、こっちも全部かわいいね。ほんとだ、かわいい。よし、いい感じだ。え、なに？きゃー、かわいい。ねえ、女子会カフェだって。女子会しよう、女子会。うっさんくせえ。でもどうしよう、ここに来て女子会ってハードル高すぎちゃう？大丈夫、セブンティーンの特集読み込んできたやん。これができれば私も限りなく本物の女子に近づく。いいよね。私てるみに話したいことあるんだ。決まり。まだ心の準備が。なんやろこの呪文。頭がついていかん。楽しかったね。ケーキも美味しかったし。うん、楽しかった。ケーキ1個1300円って。今日話したことは内緒にしてね。てるみにしか話してないんだから。分かってるって。このパターンで何人にも話してるやつや。あ、彼氏がお迎えに来ちゃった。ごめん、じゃあまた明日ね。え、あ、バイバイ。彼氏おるやん。帰ろ。いやだ、見てあの子。本当だ、かわいい。あ、窓の外の骨が。頑張れ、ブスコ。人と付き合うの、前までこんなに息苦しくなかったのにな。ただいま。あー、今日も一日無事にリア充女子を演じきったった。家でもスウェットとか女子として無理。入れ。帰ったら真っ先にお風呂1時間入ってパックしてヨガします。うん、わ、ここにも邪悪な女子が。ブスでも自撮りで可愛くなれるんですよ。漏れてく。あ、デリコのフェイスブック、あれ自撮りだったんか。ごっついな。一体何の状況を表しとるんか1ミリもわからん。私も今日かろうじて取ったケーキ乗せとこ。今日の女子としての任務かろうじて終了。お風呂は1日くらいいや。もう早って寝よ。明日も頑張る。